届かぬ想いをこの歌に乗せ、遥か遠くのあなたの元へ。もしも叶うなら失う前に、この声で、僕の声で今届けよう。おはようございます。おはようございます。はい、あ、渋滞でしたね。大渋滞からのスタートということで、はい、動かなかったです、車が全く動かないんだよ。ちょっと遅れちゃいました。ちゃんとほら、髪色がね、髪色を今回ちょっとね、僕 3個ぐらいトーンダウンさせてきたんで、あと私、はい、5キロ痩せました。この MV に向けて5キロダウンということで、えらい。じゃあまあメイクして、うん、衣装着て、うん、そうですね、これから準備して、まあでもいつもに比べたら、うん、そんな長くはない方です。ボリュームはない、ちょっと新しい挑戦をしてるんで、ね、うん、新しい挑戦ね、別素材がありますからね。はい、はい、じゃあ行きましょう。ういっす。おはようございます。ちょうど、おはようございます。めちゃめちゃすごい。うお、すごっ。これすごいね。花はまだもう地面がちゃんと草になってるんだけど。本当だ。これすごくない？いや、超細かいと思うよ。だってデアボックスの中とかもちょっとこう抜けてきてる感じとかさ。取り終えて崩すのがもったいないですね。これもこのままだってイベントできるぐらいよね。すごいよね。ジャイアントポッキー、なんでこれあんの。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当だ、今の時と同じだ。今も光の時も来てる。あ、そう、うん。じゃあメイクして着替えて、鼻のところの撮影から。そうだね、だからもうちょっと逆転なんだよね。もう大サビの方から撮っていくっていうことね。頑張ります。頑張りましょう。いいコーヒーだね、これ。まあね、唇パキパキに割れちゃうと大変だから、リップは大事だぜ。頑張ろう。まさかの朝一でクライマックスのシーンからということで、いきなり大サビからのスタートということで、ね、これぞ裏側って感じだね。まあそうですね、メイキングですから、はい、撮る順番は結構変わることはよくあるので。そうですね、うん、あの時間効率とかもあるんで、ただ、一番シュッとした朝のこの元気な時に一番大事なシーンはバーン撮れるっていうのはいい。まあ大サビだから、 むしろでも一番盛り上げなきゃいけないと。そうですね、うん、大丈夫です。ちゃんとマッサージも受けて。マッサージ時間長めですね。そう、はい、マジでね、シュッとしてる。ファイヤーの時より5キロ軽いです。すごいでしょ。今日格闘技の試合なのかなっていう。いやいや、そんなことないです。はい、ちゃんとやっていきたい。はい、じゃあ頑張りましょう。入りましょう、スタジオ。はい、入りましょう。はい、行きましょう。はい、はい、セイキンさん、ヒカキンさん、お入りです。お願いしま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 す。こちらどうぞ。お願いします。そうだね、なんとなく、まあ、マッチョ面きちってよりはちょっと外側向いたりとか、うん、はい、内側向いたりとかっていうのを少し動きながら、どの角度がいいかなっていうのを、はい、カメラも動きながら一回こう長回しを撮ってみて、そこから一回探って、はい、かっこいいねっていうところらへんを見ていく目で、あ、ぜひ、はい、あの細かくやってもらおうかなと思って。ナイト、大丈夫そう。真ん中上下センターキープで、これがセンター。じゃ あ、いいね、煽りもいいですね。綺麗、うん、かっこいい。いや、かっこいいね。極めていいですね。めちゃめちゃいいけど、ありそうだね、いいところは。いいと思うね。サムネなんでじわじわカメラが動きます。じゃあ回してください。真ん中、真ん中グッ、お願いします。いい、すごくいい。
わかりました。よーい、スタート。あ、いいです、いいです。もう一回下から取ります。煽ります。はい、カット。はい、ありがとうございます。なんかさ、もうドラえもんのもしもボックスかなってぐらいのね。どこでもドアっぽいけど、どこでもドアっぽいですね。実家に帰るときってなんかサングラス外す感じ、うん、って感じだと外した方が本当に温かみがある、温かみがあるっていう。一応カンペ書きました。その通りで大丈夫です。あれにしようかなと思った。迷っちゃうところがあるヒカキンさん教えてたから。あ、あるです。昨日しましょうか。花の香りします。本当だ、本当に。いい香りだね。すごいすごいすごい。本物の花ですからね。はい、出して一回見て行くって感じね。僕の声でくらいだね、だよね。そうね。テレ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 。そっか、そうすればいいのか。いや、あっという間にこのセットがもう、あれいますね、これ10円玉入れてますね、多分この人。あれあれ、おしゃれだな。あ、もしもし。はい、もしもし。そうそうそう。あ、違いますよ。あ、もしもし。はい、間違い電話ですね。あ、ということで、それはどうでもいいんですけど、あの、もうこの、こっち向きの電話ボックス、うん、この今の状態はなんかもう終わっちゃうみたいで、あっという間。そうだね、本当にあっという間ですね。もったいねえ。もったいないよね、ちょっと崩すのね。ね、すごいからね、レトロな感じだね、これね。すごいっすよ、もうほら400番なんかかけたらもうやばい、大変なことになるね、これで、Wi-Fi が繋がらないときはこちら、電話してください。じゃあ、うんしながらもう目にかけに行ったの、取りに外しに行ったの。あ、じゃあむくむく、うん、外す、むき出す。はいはい、せーの、はい、むくむく、うん、外せ、歩き出す。うん、いいんじゃない。ありがとう。はい、あ、これあのダメ台の上とかで見せても別に。ここ一本だけで大丈夫。作り直したい。で、前のダメで、しかもこっち。表側。高い。向きが強いな。ここ。ヒカキンさんがこちらで、はい、セイキンさんがこちらで、左手のグリル。ダイヤルット。外見る。D。
出るかな、出るかな。ヒカキンさんも外見てみよう。ヒカキンさんも同じ方向見て。はい、じゃん。ありがとう、そんな感じで。はい、このまんまで。ここはね、もう本当にクライマックス。最後のシーンになってくるので、鼻の位置の微調整ですね。ここに、1個で足りる。たぶん。よーい、アクション。はい、ということで全部一発、それはよくなった。あ、そう、うん、でもこんくらいスイスイ進んでいく MV もいいね。いや、これもやっぱりファーストテイクですよ、うん、あんま何回も考えてもなんだから、もうその雰囲気でいくと。はい、俺一回しかやんねえよ。大丈夫ピント、俺一回しかやんねえから、時間ないから。、うん、最悪な演者じゃない。じゃあ次のセットに。あ、もう次のセット、もう次のセットですから。はいはい、もう花のシーン終わりだから。うわ、早いわ。次撮影するのは、もう LED の水の場面ですね。まあね、水潜ったりしたことは光って曲とかであったんですけど、そうだね、ちょっと何、浅い水のとこでかっこよく撮るっていうのは初めて。そうだね、今回は別に水浸しではないですから、うん、そうです。衣装3種類あるんでね。そう、はい、じゃあ、はい、着替えますかね。頑張りましょう。よし。おい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 、どうしてくれんだよ。困っちゃうよね。マフィア兄弟だよって感じで変わりましたね。変わりましたね。だいぶ変えたんじゃない今回。これ私服でこれだったらやばい、ね、やばいでしょう。どうしてくれんだよ。髪型もだいぶ変えたんで。そうそうそう、今回ね、次がなんか水の LED のシーンってことで、うん、ちょっとこう大人っぽくということでね。そうだね、うん、思い切ってみました。思い切って変えてみましたけど、はい、どんな水で LED なのか。これで水入るってこと。これでもったいねえ。もったいないな。ちょっと俺にお前これで水入るっていう、水に入るっていうことなのかな。これめんどくさい人ですね。じゃあ行きます。はい、お願いします。お願いします。すごいすごい、なんかツルツルした床に見えない。ああ、本当だ、すごいね。これ水あるんだっていう。ああ、でもそんな深くない。水ってわからんし、地面が水なんですよね。うわ、こけたら終わりだぜ。こけたら終わりです。おっとか言って。それは終わりです。なんか靴が徐々に浸水していくんだろうな。そういうことだよね。そうだよね。足ふやけてるかもしれない。徐々にっていうか、まあまあ最初で浸水すると思う。そうだね。ちょっと足で立ち位置、うわすげえ、立っていただいてるあたりで、でご本人からこう波が出てるといいので。てか CG みたいな。そう、 CG っぽいんですけど。いやー、なんかすごいダイナミックな感じ。なんかアップルの CM みたいですね。すごいね。そんぐらいなんか綺麗。今日は MacBook 発売だ。歌いながら少しこう感情にこう乗せてこう少し歩いてるとか、足が動いてると波紋が広がるので、ちょっと動くから、ね、照明が美味しい位置があるから、そんなに歩くような動きではない。はい、はい、立ち位置の確認を。うわぁ、ついに、うん、いきますよ。さよなら、はい、俺の靴と靴下。うわっ、いや、すぐには浸水してこない。逆に怖い。まさかの浸水しない。めちゃくちゃ優秀なブーツかもしれない。長靴だこれ、ほぼ長靴。大丈夫です。で、ヒカキンさんこれに対してちょっとバックしたい。モニター側に。はい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 。で、ちょっと外向き。はいはいはい、あ、かっこいい。Yeah.
俺んとこ歌ってるやん。ノリに乗りすぎて俺んとこ歌ってんだけど。間違えてんじゃねえか。ごめんなちょっと動きを意識したら歌詞がちょっと逆。俺んとこ歌ってるから。そうだよね。逆になっちゃう。まあ全部歌ってもいいんだけどさ。いや自分で見てないからさ分かんないけど、うんうん、おおすごいめっちゃすごいよ。で俺がこっからこう来るわけだよね多分、うん、うん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 そうかそうかなるほどね。そう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 だね。そこ切り替えたかな。よしオッケー。あ、そうよかった。なかなかこのシルエットでっていうのが難しいもん。撮っといいよ、うん、後で今日持ってた。はい、はいはいもうほぼ今のやつはシルエットだからもう。うん。いやかっこいいんじゃない。うん。振り返ってカメラを見る。カメラを見る。うわあ。反対から行こう。反対から振り返る。反対から振り返って。はい、うぅー、寄ろう。はい、その寄ってって。じゃあ手を使ってみよう。手を使って、はい、よっ。はい、ついに寝転がるということで行きましょう。じゃあ真ん中、そう真ん中、ここちょっと浴びとかなくて大丈夫。ちょっと手前、行きます。うぅー、おぉ、うぅー、おぉー、おぉー。で、水をこうすくったりとか、でどんどん濡れちゃっていいんで、グラビアを撮るようなと思ったことないですけど。真夏の風吹かれた青い草に小さくなびく上着の裾、あなたの僕のあなたの声。もう撮影ないですか？もうないですか？大丈夫かな俺。あ、冷たこれ。リアクションちっちゃいね、あなた。めっちゃ寒い。めちゃ冷てえやんこれ。マジかよ。11月です。真水ですこれ。
寒いです。耳の前で、はい、で置いてみてください。天からやってまいりました無敵感があるね、ちょっとね、無敵感のある衣装です。ピンって触れたらそいつ、あ、もう全部これだけで消滅させる手ぐらい白しかない、本当にこれ今回真っ白ですね。真っ白で、これ逆にあの冒頭というか MV の取り順は逆なんですけど序盤の方ですね、序盤になりますね。はい、いや、いいっすよね。いいじゃない、ロング今回初じゃない、あんまり普段そうだね、着ない、ね、うん、僕は結構ロング今までね、着てきましたけど。お願いします。お願いします。お願いします。おおおおおお、緑になってる、いいジャングルになってるぞ。おお、すごいね。おお、これで見るとすごいな。なんかね、テレビのね、電気屋のテレビの売り場でね、これを映した方がいいんじゃないかな。電話も違う。うわ、本当だ。いやかっこいいね。いいね、うん、じゃあ待って戻して、はい、グッ、はい、カット、いいんじゃない、はい、OK、 本当は会えないと分かってる、それでもまだ探してる、同じ時を繰り返す、届かぬ恋を手に乗せ、遥か遠くのあなたの元へ、よし、取り割れるから、よし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 、もう8割ぐらいいってるかな、そんぐらいいってると思うね。ね、うん、早いな。結構ほら流れで撮ってるから、うん、細かく切らないで、もう一番全部みたいな、手やりすぎて電話に当たってた、ちょっとやりすぎましたね、ここの電話に当たっちゃったラストスパート、ありがとうございます。この願いを込めて
よし、さあ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 、立ってるだけっていうね、最後のシーンは立ってるだけもうやっぱりね、ここまでやってくるともう最後立ってるだけですよ。やりきってきてますんでね。年取ってくると覚悟があるからね、元気だね、まず。そうですね、もう足に足の演技でねやっていきますから。そうだよね、気抜いちゃダメですからね。はい、はい、ここ指先にね意識を持っていきます。伝わるからね。はい、はい、伝わる、はい、元気がありますね、まだね、頑張ってます。ただ立つって言ってもね、セットだけでも何十分もかかりますこれ。はい、じゃあ行きましょう。よし、本番行きます。 3,2,1 ドーン。ありがとう。はい、オッケー、オッケー、ありがとうございます。で、体の向きが逆です。あ、逆か。はい、さっきやって電話機持ってもらって、電話機も、あ、もう持ってていい。はい、で、さっきと頭先に振ったじゃないですか。はい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 、あのパンチの動きをご覧にしたら、はい、この後いきます。せーので、せーよー、はい、横あって思い切っちゃって、そこからギュー左行くよ、反対、もう一回行こう、オフプ、早く、ありがとう、カット。これにて撮影終了になります。お疲れ様でした。あ、もしもし、あのミュージックビデオ本編はあの動画の説明欄の方にリンクあるんで、もしもしクリックしてください。はい、あのまた今までと、違った作品になってるんじゃないかなと思います。今回もですね、たくさんのスタッフの方にご協力いただきまして最高の作品だったと思います。ぜひヒカキン&セイキンコールご覧ください。グッドボタン、ボタン、チャンネル登録もぜひ。それではまたお会いしましょう。See you next time. Bye. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。この花は最初の花かも。これ刺さってた。ありがとうございます。いやいや、いい花です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。